ドジャース大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏の違法賭博疑惑アメリカのスポーツチャンネル ESPN によりますとこれまでに水原氏は泥沼にはまってしまい抜け出すためにもっと大きな金額をかけ雪だるま式に負け続けたと話していて自身がギャンブル依存症であることを韓国での開幕戦後に明かしたといいます。 このギャンブル依存症について。自分はとんでもないことをやらかしてしまった。依存症なんだなっていうのはすごいこう実感をしましたね。こう話すのは三重県小野町在住の渡辺浩一さん四十六歳です。そうですね。二十代でパチンコに。その後三十代で競馬競艇にのめり込み。給料四十万円を。 一つのレー言えてなかった借金を当時こう抱えてましてそのギャンブルで当てるっていう,こう発想にこう結びついたっていう43歳の時に抱えていたギャンブルによる借金はおよそ400万円。 妻と2歳の子供がいましたが、この病気が原因で離婚しました。笑うまつがる思いで参加したっていうのが始まりでしたね。うん、なんとかギャンブルづけの日々から抜け出したいと3年前に公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会に助けを求めました。渡辺さんは治療に専念するため仕事を一旦辞め。 当事者同士で胸の内を語り合うカウンセリングを続けています。今回の水原通訳の違法賭博疑惑については？こう有名人だっていうところは特別だけども。それ以外はこう。何ら僕らのこう。仲間たちとほとんど変わることのない行動をとってたということなので、くに引けないし、もう本当にこう。 このままほっといてたら命の危険性もあったんじゃないかなっていうのはすごくこう感じますねまた渡辺さんらギャンブル依存症のおよそ70人を支援している全国ギャンブル依存症家族の会愛知支部代表の松本智美さんは。借金やお金の工面のことで頭がいっぱいになってしまってその優先順位が変わってしまうんですね。 要は大事なお金を使ってしまうとかそういうことはよくあります松本さんはギャンブルにのめり込む当事者の借金を周囲が肩代わりすることが逆効果になることもあると言います親や周りの身内の方が良かれと思って借金の肩代わり尻拭いをしてしまうとそれは どちらかというと当事者をエスカレートさせる原因になってしまうんですよ返さなきゃいけないお金っていうような認識になるのでそれ以上のものを取り返そうとする心理が働くんですね。